さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、エッセンコアコネブクラス VRGB になります。これメモリ？はい、こちらは DDR5 メモリとなるんですが、メモリクロックが 7200MHz も出せるゲーミングメモリとなります。7200MHz ってなんかすごそうね。その辺も含めてお話ししていければと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではいつもなら商品説明に入るところなんですが、今回はその前に、そもそもメモリって何なのかって話からやっていきたいと思います。私メモリ知ってるよ。あれでしょ、パソコンに2枚とか4枚とかつけるやつでしょ。まあ確かにそうなんです。2枚とか4枚とかものによっては8枚とかつけれるやつです。で、そんなメモリなんですが、メモリとはデータを記録する部品のことで、パソコンでメモリといった場合は基本的にラムのことを言います。ラム？ラムはランダムアクセスメモリーの略称で、ストレージから読み出したデータを一時的に記録しておくところです。ストレージからデータをアクセスすると時間がかかるので、データの一時的な保管場所としてメモリが使用されます。イメージで言うと、ストレージが本棚とすると、メモリは本を広げる机に当たります。データを取り出す際に、いちいち本棚からデータを取り出すよりも、机の上に一時的にその本を置いておけば、すぐに本を開ける。そんな感じのイメージかと思います。メモリの容量が多いイコール机が広いという意味になり、机が広ければそれだけ多くの本を広げられます。逆にメモリの容量が少ないということは、置ける本が少なくなってしまうので、その分、本棚からデータを取りに行かないといけなくなります。なのでその分データへのアクセス時間が伸びてしまうという結果になります。なるほど、メモリが多ければ多いほど、データをアクセスする時間が短くなるからより快適になるってことね。ですです。じゃあどのくらいメモリを詰めばいいの？メモリの容量の目安は結構人によって様々なんですが、あくまで私のイメージだと、必要最低限レベルは 8GB で、このサイズだとオフィスやネットブラウジングをするくらいなら問題はないかなと。次 26GB は、8GB よりもさらに快適になって、複数のソフトを使ったり、ゲームをしたりなどに便利かなと思います。次に 32GB は、動画編集やゲーム配信などをする人に向いているかなと思います。私のメイン機は 32GB ですが、メモリが足りないなって感じたことは今のところないですね。64GB 以上は 4K や 8K 以上の動画編集をしたい人や一般の方向けになるかと思います。なおこれはあくまで私個人の意見なので、ぜひ皆さんのおすすめメモリ容量も教えてください。続いてメモリクロックについてですが、こちらは名前の通りメモリ自体のクロック周波数です。CPU とか GPU にもあるクロックと同じになります。こちらは他のパーツ同様、クロックが高ければ高いほど、メモリが一度に送受信できる情報が増えるということです。とまあこんな感じでメモリの説明をしたんですが、容量が多くて速度が速いメモリの方がいい？って覚えておいていただければと思います。なんて雑な説明。では続いて今回のメモリを見ていきましょう。シュラララ。それでは開封をしながら今回使用するメモリの紹介をしていきましょう。今回検証をしていくのはエッセンコアクレブクラス VRGB なんですが、こちらは DDR5 メモリとなります。DDR5 といえば、インテル12世代以降及び AMD7000 番台で使用できることになったメモリですね。DDR5 が2022年に発売された当初は、品薄と様々な要因からかなり価格が高騰していたんですが、最近は割と手に入りやすい価格まで落ちてきましたよね。そういえばこのメモリはいくらなの？はい、こちらのメモリなんですが10月20日に発売されたばかりの商品で、DDR5-7200MHz16GB×2枚で、パソコンショップアークさんでは 26,730円で販売しておりました。これは安いの？高いの？編集時でのお話ですが、価格コムで同等性能のメモリを検索したところ、同じクレブのメモリより2番目に安いものとなります。3番目と4番目に関しては35,000円以上していたので、安い部類かもしれませんね。またこちらのメモリなんですが、今回は DDR5-7200 のものをいただいたのですが、6000MHz、6400MHz、7200MHz、7600MHz、8000MHz の5種類がラインナップしているみたいです。パソコンショップアークさんでは 7200MHz と 7600MHz のものが販売しておりましたが、それ以外は価格までわかりませんでした。で、こちらのメモリなんですが、箱からはすんなり出たんですが、その中のプラスチック容器からなかなか出せなかったです。出た、不器用シュラウド。で、どうやったら取り出せるのかなといろいろやった結果、プラスチック容器の横の部分を押しながら取り出すのが一番取り出しやすかったです。なんでこんなに取り出しにくいのかメーカーさんに聞いたところ、輸送での衝撃や振動に対して梱包を強固にしております。ということでした。ということで出てきたメモリがこちらとなります。見た目は黒ベースにモダン的なデザインでした。ヒートシンクはアルミニウム製で上部は RGB で点灯します。性能面で言うと、インテル XMP3.0 と AMD エキスポにも対応しています。
今回のこちらのメモリは CL34444444 でした。CL って何？ CL というのは、レイテンシを示す値になります。レイテンシとはメモリの動作時間の速さのことで、CL 値が小さいほど性能が高く、反応速度が良くなります。FPS 系のゲームを本気でやりたい場合は、こういう CL 値も気にするといいかもしれません。安い DDR5 メモリだとこの CL 値がだいたい40以上、ミドルクラスで30台、超ハイエンドで20台後半といった感じでしょうか。では実際にパソコンにメモリを取り付けていきたいと思います。今回は MSIMAGZ790 トマホーク Wi-Fi を使用していくのですが、CPU の隣にあるメモリソケットにメモリを装着していきます。今回はメモリが2枚なので左から2番目と4番目にメモリを入れていきます。左から2番目と4番目、右から1番目と3番目でいいんじゃないの？それなんですが、メモリスロットは左から1番、2番、3番、4番と書かれています。なのでメモリが2枚の場合は、2番目と4番目に入れていきます。1番と3番じゃダメなの？1番と3番でももちろん動くんですが、2番目と4番目の方がメモリの信号ロスが少なくなります。なのでメモリ2枚で使いたいときは2番目と4番目に取り付けるっていうのを覚えておいていただければと思います。で取り付けてしまったんですが、取り付けるときにこんな音が鳴ります。ガチガチって音が聞こえましたでしょうか？確かに聞こえた。もう1枚の方も聞いてみましょう。こんな感じでガチッと音がしたら奥までメモリが入った音になります。メモリが中途半端に入っていたりすると、故障やパソコンが動かない原因にもなるのでご注意ください。ということで今回の検証機はこんな感じになりました。CPU はインテルコア i9-13900K、マザーボードは MSIMAGZ790 トマホーク Wi-Fi。メモリはクレブクラス部 RGB16GB×2枚、GPU は MSI GeForce RTX3080 ゲーミング X トリオ。あとは書いてある通りとなります。ライティングに関してはこんな感じでライティングしました。結構レインボーがかっこよく光ってます。暗くするとこんな感じでした。各マザーボードメーカーのライティングソフトにも対応しているので光り方を合わせたりも可能です。ではここからは検証をしていくのですが、まずは XMP を当てずに普通に起動してみました。XMP を当てずに起動をするとメモリクロックは 4800MHz で起動してきました。あれ、タスクマネージャーは 4800MHz って書いてあるけど CPU-Z の方は2394って書いてない。それなんですが、DDR5 の特徴として、ギア2というのがあります。DDR4 ではメモリとメモリコントローラのクロック紐同クロックで動作するギア1を使用できたのですが、DDR5 メモリでは、ノイズの影響を抑えるため電源管理モジュールがマザーボードからメモリ側に移行されているほか、DRAM チップ内のエラーを訂正するオンダイ ECC を搭載することで、信頼性、安定性を高めています。その代償としてメモリコントローラのクロックがメモリクロックの半分になるギア2でないと動作しないというデメリットもあります。なので DDR5 で 4800MHz だと、DDR4 の 2400MHz と同じような意味合いとなります。ではまずはこの状態で検証をしていきましょう。今回の検証ですが、ゲーム系ベンチマーク、パーツベンチマーク、動画エンコードを検証していくんですが、メモリのクロックを 4800MHz、7200MHz、さらにオーバークロックしてそれぞれの結果が変わるのか見ていこうと思います。なんか見たことないアイコンがあるわね。メモリ用のベンチマークソフトを今回はやってみました。クロックの変更についてですが、7200MHz はマザーボードの BIOS から XMP を押すと適用されます。それ以上にオーバークロックをしたい場合は、マザーボードのオーバークロックの項目から、いろいろ細かいのがあるのですが、今回は一番簡単な方法でオーバークロックをします。この項目の中にメモリートライイットというのがあるのでこちらを使ってオーバークロックをしていきます。ちなみにこのメモリートライイットは MSI 製のマザーボードでのみ使える項目なので、他社メーカーの場合は、そのメーカーホームページなどをご確認ください。で、このメモリートライイットの中から7400や7600など、徐々にオーバークロックをしていくことが可能です。ただし、メモリに限りませんが、オーバークロックをすることでメーカー保証対象外となりますので、必ず自己責任でオーバークロックを行ってください。ということで注意事項もしたので早速検証行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。ではまずは FF14 ベンチマークで検証をしてみました。設定は解像度 WQHD で最高品質で行いました。メモリのクロックは書いてある5種類でやってみました。果たしてクロックの差で FPS などが変わるかどうか、それでは結果を見ていきましょう。ちなみに7800は何度か試したんですが、最後まで完走することができませんでした。こちらが平均 FPS と最低 FPS の結果となります。結果はこのようになりました。4800と比べると7200以上は平均 FPS が上がっていますね。ただ7200以上は大きな差はなかったのでゲームに関しては無理にオーバークロックをする必要はなさそうな感じですね。もちろんゲームによって違うのかもしれませんが。では次。アイダ64。お次はこちらアイダ64になります。何このソフト？
こちらはパソコン及びインストールされたソフトウェアの問題の診断とパフォーマンス計測のためのベンチマークソフトウェアになります。メモリのベンチマークソフトってあまりなかったので今回はこちらを試してみました。では結果を見ていきましょう。まずはメモリリード、読み込み速度から計測しました。結果は70,009,10,8,704,11,1,014,11,3,431,11,6,431 という結果になりました。これに関してはやはりクロックが上がる分、それだけ読み込み速度が上がっているという結果になったかと思います。続いてはメモリライト、書き込み速度になります。こちらもクロックに合わせて 60,847,90,2840,90,4584,90,7509,90,8,869 という結果になりました。先ほどの読み込み速度もそうなんですが、4800から7202 1.5 倍速度が上がってる分、結果もかなり向上してるといった感じですね。こちらはメモリコピーになります。こちらも 66,821,96,529,90,7549,10,864,10,2968 という結果になりました。こちらもクロックに合わせて順調に上がっていってますね。そして最後はレイテンシになります。こちらは数字が小さくなればなるほどメモリのアクセス速度が上がっているという結果です。こちらの結果は 85.7,64,64.2,62.2,61.7 という結果になりました。すべての結果でクロックに応じてベンチマークはスコアが向上しているのに、先ほどの FF14 ベンチマークはなんでスコアに変動がなかったんでしょうね。メモリのクロックはそこまで重要ではないのか、はたまた他のゲームだと変わるのか。では次はクロックに応じて結果が変わったものも見ていきましょう。動画エンコード。今回もこちらの3種類で 4K5 分の動画の再エンコードの時間を計測してみました。ただフィモーラだけは 4K からフル HD へのエンコード時間となります。では結果を見ていきましょう。まずはフィモーラから。フィモーラは4800の時は3分10秒でしたが、7200以上は2分20秒前後で終わりました。また7800の時は途中でパソコンが落ちてしまい、計測することができませんでした。まあオーバークロックをしているせいで安定性がなくなった結果とも言えますね。続いてはハンドブレイクになります。こちらも4800の時は5分43秒でしたが、7200以上になると4分45秒前後で終わりました。またこちらも7800では途中で落ちてしまい計測ができませんでした。そして最後は YMM4 になります。こちらも4800では10分27秒でしたが、7200以上は9分前後、7600に関しては8分30秒ほどで終わりました。3つを並べると、確かに4800から7200にクロックが上がるとエンコード時間が早くなっているのがわかりますが、逆に7200以上に関してはそこまで差がないといった感じでした。なので無理に保証を切ってオーバークロックをするよりも、メモリの最大クロックで使用すれば特に問題はないかなといった印象ですね。まあインテル XMP や AMD X5 はちょっと無礼なところもありますが。何か言った。いや何も。ということで今回は、エッセンコアクレブクラス VRGB をご紹介しました。あんた的にはどうだった?見た目もかなりかっこいいし、ゲーミング感のあるメモリで、4800などの速度の遅いメモリに比べると7200になるとかなり変わるなといった印象でした。もしかしたらメモリをかなり使うゲームとかだと FPS がもっと変わったりしたのかもしれません。それは確かにあるわね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃん、けん。ポン。またねー。